はい、皆さんこんにちは、大気モデルスでございます。女子のフリーです。 GH01 ストライク。はい、ストライク。だが筋肉風にどういう意味ですか？短剣短い剣だが、うん、ね、今回は、はい、なんと、こいつストライクガンダム。ストライクガンダム。ミッシングします。お。っていうのが、はい、このストライクだが、まあプレ版、プレミアムバンダイさんに発売したやつ。はい、うん、今してるかどうかわかりませんけども、はい、ストライクだが好きなんですよ。はい、ただ、うん、ここが気に入らない。足。ここがなんか、みたいな、うん、なっちゃう。足。ただね、あのこのフリーダムと似てるんですね、足が。はい、新しいデザインかなと思うけど、フリーダムはおあの、うん、オーブとか連合製じゃなくて、うん、はい、プラント製なので、うん、ザフト製なので、はい、ね、デザインしょおかしくねみたいな、ザフトは好きなんですね、と思いますし、はい、あのまあこれなんか初期装備というか、あの最初に出てきたバージョンのストライクだが、うん、まあ、派生機であったり発展機であったりいろいろ出るんですけど、はい、まあであればですよ、うん、ストライクノワールとかありますから、うん、作れるわけじゃないですか、うん、はい、で脚部なんか言うたら、はい、ものすごい大事なものだと思うんですよ、うん、ワンブは正直機銃とかを肩につけてもいいわけじゃないですか、うん、ね、はい、でも足あった方がいいでしょ、うんうんうん、その足を新規でじゃあ安物で作りましょう、量産型だから安物で作りましょうって言って工場のラインで考えると、既存のストライクを作ってたラインが、うん、ノワールがあるということはあるわけでしょ、はい、その発展型の絡みとかもあるじゃないですか、えーうん、じゃあわざわざその新たに開発費をかけてやるっていうのはちょっとどうなんだろうと思うんですよ、うんうん、なんでこれをまあストライクとちょっと混ぜて大体の好きな形にしてこじつけて、うん、こじつけて、うん、最初期生産型ってこうだったんじゃないのって、ああ、プロトタイプのプロトタイプみたいな、まあ、これ量産型なんで、はい、これのスタイルダガーのプロトタイプみたいなのを作っていこうかなと思います、はい、早速これね組んでいきます、はいはい、こんな感じ、はい、こんな感じでうんみたいなねうんみたいな感じがしますけども、まあ、今のエントリーグレードのストライクとちょっと比べてみましょうか、はい、こんな感じね、まあ、前後はほぼ一緒、うん、でまあ簡略化されてますよとストライクと比べるとね、はい、でここら辺の簡略化は分かるんですよ、うんうん、ここまあ、簡単なね、はい、やつにした方が生産性上がるでしょうと、うん、だから先ほど言ったように重要なパーツの足、うん、まあ腕はまあ似てますよね、はい、まあ、ほぼ一緒でないと、うん、おかしいんじゃないかと、うん、あの実写でもあるじゃないですか、はい、速い車のシャーシー実はあれだったのみたいな、うん、よくあるじゃないですか、日産とか、はい、そういう感じで考えると、はい、シャーシー車でいうシャーシー、うん、モビルスーツでいうと足回りですよね、はい、うん、足を、うん、スワップしようと、ね、まあ、これ一応塗装してあるんでね、こちらのね、新品、はい、新品のエントリーグレードの足まで使ってね、うん、ちょっと改造していこうかなと思います。はい、はい、足作って変えてみたんですけどもね、このストライクの足にね、はい、やっぱりかっこいいかなって思います、うん、はい、で気になったところ、ここからはね、あのたい焼きの趣味のこのストライク足ではなくね、このダガー作る時もお役立ちできるかなという感じでやっていこうかなと思います、はい、何がお役立ちかというと、まあウリさんとかもファッションとか好きなんでね、はい、分かると思うんですけど、大気も一応ね、
この模型屋さんになる前は、うん、真剣にですよ、はい、あの夢とかじゃなくて真剣にいろいろ準備して、うん、服屋さんになろうとしてました、うん、中古のね服屋さんになる、はい、まあやっぱりファッションいろいろ考えた時に、ここがこうだったらかっこいいね、うん、まあ人間のスタイルはこうだとかっこいいんですよっていうのありますよね、はい、その中の一つで肘、うん、肘のところがちょうどウエスト、うん、ここですね、はい、ここに行ってるとかっこいいですよ。残念ながらねこれね、うん、コンマ5ぐらいずれてるんですよ、うん、でもう一つここ隙間かなり空いてますよね、はい、なのでここの隙間を埋めるために、いろいろしたいなと思うんですけど、簡単にするんであればここからぶった切って、うん、まあ、接着してからねぶった切って、はい、まあ、このぶった切ったところにこの径、ここの径ね、うん、まあ、穴を開けて縮めればいいだけですね、はい、ただ今回は軸変えないといけないと、うん、まあ、ここを伸ばしてもここをね伸ばしてもいいんですけど、はい、コマゴをプラバン入れてね簡単にするんであれば、まあ、簡単にいろいろできると思うんですけども、だった時に肩の位置がやっぱちょっと上にずれすぎてるかなですよね、あのそんなに肩肘張らんでっていう話あるじゃないですか、うん、あります。肩が上に上がってる、うんうん、よくあの戦闘したことない方とか、はい、あのまあ、待機ちょっと遭遇することが多くて、うんうん、見てるとやっぱ肩上がってるんですよ、うん、あこいつ弱いなと、はい、肩上がってるとそう慣れてる人からするとそう判断されるので、うん、逆にこのストライクダガー、はい、ね、鳴り物入りで量産化されたストライクダガー、うん、ね、足もストライクになってなんか体調気っぽいなっていうのに、せっかくそうなってるのに肩が上がってると弱いんじゃないこいつって思われたら困りますんで、はい、肩の軸を下げました。こんな感じ、コンマ5、うん、まあ、これも穴埋まってますけどね、はい、どうやったかというと、まあ、あぶった切ってから、うん、あコンマ5上に上げて、うん、点を打ちます。こういうのね、切り、はい、みたいなやつ点を打って、うん、で、3ミリで穴開けてやりました、うん、で3ミリのランナー突っ込んでるんですけど、はい、ランナー突っ込んだだけだとここだけだと接着面がすごく弱いです、うん、なので裏に見えるかな 0.5 ミリプラバンを貼って、うん、この縁、そしてこっちの、はい、まあ3点というのかよくわかんないですけどまあそれで接着して強固にしてます、はい、今ちょっと乾かしてるんでね、うん、でここに、ボールをはめればいいんですけども、これね、こうボールをぶった切ったやつねはめればいいんですけども、はい、まあ、新たにこういうのでこうはめた方がいいかなということで、うん、こっちのボールも加工してます、はい、ここにピンが入ってて、うん、あのなるんですけど、うん、ここのピンをぶた切って、はい、で空洞にしてから接着してます。うーん、なので、まあ、ある程度ねそんなにがっつり穴開けて いかなくていいんですよ、うん、ある程度こう3ミリの軸が入るようにこんな感じで、はい、はい、よっ、こんな感じでね穴開けて、で、ここをノコギリでぶた切って、はい、まあ、丸くしないといけないのでね、はい、よ、でこういう状態にしてここに接着すると、うん、まあ、いいと。で、まあ、接着するときにここの高さを調節するんですけど、ほぼほぼぴったりくっつけててもいいんじゃないかと思ってます、はい、っていうのがポリキャップなので、はい、ちょっと足りないぐらいだったらここ次はフォローしてくれるので、うん、まあ、少しだけ残して歌いきます。乾いてるかな、うん、ちょっと不安ですけどね。はい、こんな感じで切って、そして、ここ、まあ、角を落とした方がいいのと、はい、まあ、これドリルでやってるんで先は細いんですよね、うん、そこはなるべく設置するようにこんな感じで丸くして、はい、できれば中にパテなんかちょっと埋めてね、うん、やるといいんじゃないかなと思います、はい、ちょっとはめてみましょうか。はい、こんな感じで少しこうね隙間ができる感じでやりたいね、うん、でここにパテ、いつも使ってるプラスチックパテですね、はい、これを埋めていきます、はい、このパテね、ここ出したやつ、はい、これね、はい、で、こちらがボール側に、
まあこう穴開いてますのでこんな感じでね、うん、これをギュッと突っ込んでおきます、うん、ギュッとギュッとね、こんな感じで、はい、で、はみ出るようにねくっつけます、こちら側に。でこれ左なんで、こうした方が見栄えがいいですかね、はい、うん、で、ギュッとギュッと、うん、はい、こんな感じでボールの新設ができました。これ乾くとね、はい、うまいことなりますんで、うん、はい、まあ、はみ出した部分はね、もう最初にこうカッターとかでこうある程度取れるようにね、こうやっとけばね、はい、いいと思います。まあ乾いてからでもいいんですけどね、はい、乾く前にやった方がまあ簡単かなということで、はい、でギュッと長いですね。で乾いてからここちょっと丸くするようにね、はい、切削しますけども、うん、はい、いいよ。これでしばし放置ですね、乾かす、うん、よ、はい、でノーマルとちょっと比べてみましょうか。腕、はい、外してねこんな感じ、少し高くなってるの分かると思います、うん、上に上方に、これによってこう、まあ、はめた時にちょっとはめれませんけど今ね、こんぐらいの高さにパチッとはめるとここの斜面がちょうどここの高さに、うん、行くように一応やってます、はい、はい、でついでにねちょっとピンボギしますね。ついでに、上から見てもらうと分かる通り、はい、2ミリ詰めてます、うん、っていうのがこれこうはめた時にすごい隙間あるわけですよ、こう、はい、隙間ちょっと嫌いなのでこんな感じで隙間なしでくっつけるようにやってみました、うん、はい、こんな感じ。すごい。こちら側もちょっとはめてみましょうか、ノーマルね。でここプラ板裏に貼るんでここカットしてます、こちらはね、はい、はい、カットした方が多分いいような気がします、うん、はい、よ、はい、こんな感じ、うん、横から見るとだいぶ差があります、はい、かっこいいでしょ、こっちの改造した方がね、うん、そちらの方が、はい、うん、では反対側もやっていきましょう。はい、スタイル回収とミキシング終わりました。はい、はい、でね、足余りましたけど、うん、また何か違う改造というか一緒にね、塗装をすれば、はい、これまあ付け替え効くんで、うん、まあ、一緒に塗装しようかなってちょっと思ってますけど、その日の気分で変える、その日の気分で変える、もしくは色を塗らないかもしれないということでね、はいはい、まあこっちの方がかっこいいかなと思うんですけど ね、 そうですね、はい、まあまあ、その辺はちょっと要、はい、相談ということで、で、スタイルなんとなく良くなってない気がしませんか、はい、さっきよりも、ええ、なぜかというと二の腕伸ばしました。ここで1ミリ伸ばしてます、うん、やはりね肩を下げても間に合わないぐらい腕短かったんですよ、うん、なので、はい、まあここで1ミリ伸ばして、まあね、なんとなく腰、うん、で太ももの真ん中に握り拳がいく、はい、これがまあ理想のスタイル、人間のね、理想のスタイルって言われてますからね、うん、はい、モビルスーツも人型なのでそうなのではないかということでこんな感じでやってみました、うん、そして、言ってませんでしたが、ストライクと比べると何か違うこと分かりますか、うん、ここ丸いでしょ、うん、ここ平らでしょ、本当だ、はい、デザインこっちはね合わせました、削ってる、はい、ちょっとの差ですけどね、はい、なのでちょっと膝が太く見えるでしょ、平らになってるんで、
ここら辺もねカクカクとなるように削りました、はい、こっち丸なんですけどね、はい、まあそんな感じでねイメージ合わせてやるとなんとなく色塗ってしまえばね、はい、合致するのかなと感じがします、はい、で最近シード系立て続けにやってますけども、はいはい、まあガノシードフリーザム、うん、映画がありますんで ね、 そうですね、とりあえずね、最近モデルスとしてはね、ホビー業界盛り立てることがねちょっとでもできれば思ってますのでね、まあガンダムシードも大好きなのでね、はい、今まで封印してましたけども、うん、こうやってやっていこうかと思っております、はいはい、で、次回はこちらフリーダム仕上げていこうと思っておりますのでね、うん、かっこいいでしょフリーダムね、さすがフリーダムね、うん、はいということで、今回はここまで。こちらの塗装はね何色にするかでまた考えながらね、はい、そして大気モデルスでするのか違うところでするのかちょっとね考えながらやっていきたいと思いますというのが、これ塗装するのも簡単だと思うんですよ、はい、パーツ分けできますんで、うん、なんでまあ簡単なことをねこうやるのかどうかっていう話もありますからね、はい、これも再生数次第で考えますということで、はい、でこの動画面白いと思われましたらグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローよろしければね、ディーラーも経験研究所なのでウリさんがね一生懸命何かやってるチャンネルございますので、はい、そちら見て楽しんでいただければなと思います。よろしくお願いします。それではさよなら。さよなら。